平成28年4月26日、阿蘇市社会福祉協議会は、阿蘇市内野牧の阿蘇公民館に災害ボランティアセンターを開設し、ボランティアの受け入れを始めました。受付開始の午前9時には20人ほどが並び、徐々に参加者が増えていきました。参加者は受付を済ませた後、阿蘇市社会福祉協議会の職員から、余震が起きた際には安全確保を最優先にすることや、活動での注意点などの説明を受け、グループに分かれてそれぞれの目的地に出発しました。また、支援を求める市民も訪れて、職員と相談する姿も見られました。阿蘇市災害ボランティアセンターでは、九州内の方のみの募集で、午前9時から11時まで受付、阿蘇市内の被災家屋のがれきの撤去や屋内の片付けなどを行います。